さんこんにちは、カナノアです。今日はどこですか？ここ5話ですね。わかるかな？代々木公園でございます。代々木公園でございます。原宿から近い代々木公園でございます。はい、ということで、まあ、今もう春花見の真っ只中ですので、今回はお花見しつつおしゃピクをやっていこうと思います。イエーイ。やっぱおしゃピクってさ、なんか映えな感じじゃん。そう、もうね、もう女子だから映えたいです。そう、私もだから今日はなんかいろんな映え写真を撮っていこうと思います。イエーイ。まあそれもインスタ載っけるんで、たくさん撮ります。はい、じゃあ早速インスタ映え写真やっていきましょう。おお。今回こんな感じです。じゃーん。これね、ノアが作ってきてくれたんです、スコーン。味わかんないよ、みんな。で、これをノアが買ってきてくれたフルーツサンドです。カナが買ってきたコアラパン。カナが買ってきてくれた。もう超可愛い、マジ。はい、で、これもノアが買ってきて、ごめん、ノアが買ってきてくれた。駅から2分とかだって。本当？で、カナが描いてくれた可愛いやつ、ポップバンです。可愛い。スノーって何があれなの？なんか可愛くなるやつ。マジおばさんか。ノアの携帯貸して。撮る。私がノアを撮る。いきまーす。チーズ。チーえ？ここのナジーチ良き。いい匂い。いい感じかも。あー！映える食べ物。映える。はい、ということでね。今、はい、たくさん撮ったんで、カメラが、カメラが回ってる時にたくさん撮ったんで、そのたくさん撮った映え写真、なんか皆さんのお手本になれればなと思います、うん。ちなみに今回使ったのはスノーと普通のカメラと、あとのはちょっとだけフジフィルムカメラのやつね。そうです。フジも使えます。この3つのカメラ使ってやりましたので、皆さんもぜひ、お手本になるかわかんないけど、なんかなればいいなと思います。じゃあ最後に写真どうぞ。はい、こんな感じでした。撮った写真いかがだったでしょうか。いかがだったでしょうか。結構まあまあおしゃれに撮れたんじゃないでしょうか、ね。そう、曇りだけど心は晴れた。太陽さんさんです。太陽さんさん元気です。まあみんなもこんな感じで春なんで、ぜひやってみてください。やってみてね。今回も最後まで見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。いいねとコメント待ってます。待ってます。いいなって思ったらめっちゃいいね押してね。押してね。1人1回までしか押せないけど、押してね。気持ちだけでも嬉しいんで押してください。押してください。次回のカナノアチャンネルもお楽しみに。バイバイ。